群馬県道4号前橋赤城線は群馬県前橋市を通過する県道である。本県道は前橋市の中心市街地に位置する本町五サロから同市富士見町赤城山に位置する赤城山頂までを結ぶ路線である。富士見地区内の区間は沿道に観光スポットが多い。前橋市富士見町小暮では赤城山頂の赤城神社、 和幸鳥居として1965年に建てられた高さ21.3メートルの赤城大鳥居を本県道がそのままくぐり抜ける。2011年以降、前橋赤城山ヒルクライム大会のコースとしても注目されている。本県道の車線数は起点部を除いてほぼ全線に車線である。前橋市場細井町以南は、 前橋都市圏の南北幹線として、終日混雑が激しく、また、伊北の南面道路に連なる区間も、赤城山観光の表ルートとして機能しており、観光シーズンの混雑が著しい。赤城山城に実際に到達できる登山車道は、県道ばかり3本があるが、通年通行可能なのは、前橋赤城線のみである。本町2丁目、五砂路の交差点県道17号の、 終点でもある。交差点は写真手前方向が県道4号、写真奥方向が県道17号、写真左右方向が国道50号、写真右奥方向が主導である。ありがとうございます。